大口市は鹿児島県の北部盆地に位置していた市である。2008年11月1日に伊佐郡菱舎町と新設が合併して伊佐市となった。鹿児島県の北端の内陸部、鹿児島市から北へ約75キロメートルの場所に位置する。北側は熊本県と接しており、東側は宮崎県とわずかに接している。川内側が市を縦断する。 中心市街地である地域の南東部は、大口盆地の一部をなしており、標高は180メートル前後である。内陸の盆地であるため冬場は最低気温が、摂氏0度以下の氷点下になることも多く、積雪もしばしば見られるため、ひしり町や霧島市福山町上上地区とともに、鹿児島の北海道と称される。突起なき場合、日本の歴代市長、 市政志向100年の歩みなどによる。平成の大合併では、隣接する伊佐郡菱刈町と合併し、伊佐市となる計画であったが、菱刈町での住民投票により、反対多数のため破綻、合併協議会は2005年5月に廃止となった。しかし、2006年8月28日に新たに、合併協議会が設置され、合併方式は新設合併。 新氏名は、伊佐市都市、2008年11月1日に合併した。かつては、林業と金山で栄えたが、林業の衰退と金山の閉山によって活気が失われ、近年では高齢化と過疎化が著しい。大口市に本社を置く、主要企業公立高等学校、私立高等学校、中学校公立、中学校すべて私立公立、小学校すべて私立高速道路の、 最寄りインターチェンジは、九州自動車道人吉インターチェンジ、栗野インターチェンジ。一般国道県道かつては、山野線及び宮野上線が、市の代表駅である、薩摩大口駅から、鹿児島本線水俣、川内、日立線栗野の各駅へ通じていたが、いずれも、特定地方交通線に指定され、1987年から1988年にかけて、 相次いで廃止、バス転換された。ありがとうございます。